はい、ワドツこんばんは。いいワドツ、声聞こえる？マイクこれかな？これマイクこれ？あ、これ？これじゃないかな？マイクどれだろう？聞こえる？マイクこれ？これ？これじゃないか？これ？これじゃないかな？どれだろう？これじゃない？でも聞こえる？大丈夫？これ？これだったらガサガサ言うけど、違う？ガサガサボン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 っていうはずだけど、違うかな？マイク叩くとボンボン言うはずだけどね。そうそう、自転車重いな、荷物。違うか。そうか、ないね。どこもないね。どうしようかね。どこもないね、果ては。ないっすね。ちょっと行こうかな。
そうなの？イヤホンダメなの？音楽聴いてなくても？イヤホン違反なの？抜くわ。知らなかった。すまんすまん。やつ持ってくればよかったな。忘れたわ。どっかでタバコ買おう。かっこよくないよ。かっこいい人は配信とかしないから。かっこ悪いから配信やってんだよ。
哀愁漂ってる。昔思い出すね。シルバー割れちゃったな。すげえショックだな。なんか2年間さ、シコシコ掘ってたシルバーがなくなっちゃったんだよね。折れちゃったんだよね。めちゃめちゃへこむわ。もうすぐ完成だったんだけどね。うまくできてた部分だったからすげえへこむ。折れちゃった。さっきもうあと3日ぐらいで完成だったんだけど、さっきね落とした時に折れちゃったんだよね。今までは折れなかったんだけど、すげえきつい。へこむわ。もうすぐ完成だったんだけどな。残念だね。治るといいんだけど。落として気づかなくてずっと作業してたら、あとどれくらいで完成するのって聞かれて、パッて見たら折れてて、うわーと思って、めちゃめちゃへこんだ。落としちゃった。シルバー削るか。2年シルバー向こうの方がライト強いから向こうで削るわ。めちゃめちゃへこんだ。移動します。明かりが強いところに行こうか。
こっちの方が明かりが明るい。がっかりつうかへこむね。シルバー持ってきたよ、もちろん。今から削る。2年。何があった？何もないよ。おやすみ。あ、大丈夫大丈夫。俺あのホームレスずっとやってたから、最悪死ぬだけだから。積み重ねてきたね。はい、こんばんは。最悪死ぬだけ。大したことじゃない。うん、こっから先は外配信だよ、ずっと。ね、まあ家でっていうか、まあ、うん、そうだね、家でかな、家でっていうかお別れしてきたね。あ、家でなのかな。そうだね。まあ、なんとかなるでしょ。うん。最悪死ぬだけだから。最悪死ぬだけでしょ。ちゃんと道具持ってきたから。この中に入ってる。猫も幸せになってほしいね。この中に入ってる。スライム。そうそう、そう簡単に人は死なない。星綺麗だな。めちゃめちゃ星綺麗。
蚊には刺されるだろうね。虫の音がめちゃめちゃいい音だよ。寒くはない、大丈夫、ありがとう。あ、蚊の音だ。刺されまくんだろうな。ああ、猫間のお母さん寝てた、集中できるよ、大丈夫だよ、車の免許持ってないからしょうがない。びっくりするかな、どうだろう。はい、こんばんは。びっくりするかな、どうだろう。かゆい。星が綺麗。目悪くなるよ、友達。迷惑かけたくないね。一人だけ友達いるけど迷惑かけたくない。友達は一人しかいないね。親はいない。宿ないっすね。兄弟もいない。いたけどもう縁が切れてるね。
よくないよ。ご飯はね、さっき食べたからお腹いっぱい。ティッシュペーパーないの不便だな。家って便利だよね。こういう時わかるよね。蚊に刺されないし、ネットつながってるし、便利だよね。シルバー削ってるだけだよ。アーティスト、充電切れたら配信できる。そうだね。でもまあ充電、これ何万アンペアだっけな。まあこれが1本あるからしばらくできる。いや別に辛くない。自分で選んだんだもん、自分で出てくっていうこと決めたから辛くないよ。イオンとかにも充電するところある、そうかな。嘘。いろいろ冒険しながら充電コーナー探すか。寝てる間に充電するのがベストなんだけどね。女の子は言えないとダメだよ。男だからできるんだよ。女の子襲われちゃう。何やったんだ。まあネカフェがね、ネカフェが便利だよね。なんだかんだ
ウィークリーマンションね。ああ俺もあれだよ、ネットカフェ難民やってたことあるよ。お風呂入りたかったね、シャワー浴びたかったな。どうだろうね、いい出会いあるとあれいいけどね。もうでも疲れたかな、うん、もういいや、疲れた。そうだね、パトロン見つかるといいね。書いとこうか、パトロン募集って書いとこう。書いといた。いやパパもママもいらないかな、パトロンが今必要かな。パパもママも求めてないよ、パトロンだね今求めてるのは。そうそう、見返り求められてもさ、見返りを返せないから、そうなんだよね。サンゴじゃなくてね、シルバーアクセサリーだね、うん、もうすぐここだけ掘ったら完成だったんだけど折れちゃったんだよな、ね、ここ折れちゃった。もうすぐ完成だったの、悲しい。蚊に刺されるね、うわ蚊に刺される。バガーありがとう。
ーヒーね、もう少しだったんだけどね。いい方向に向かうといいね。ありがとう。なあ、でも幸せだよ俺は。幸せだよ。はいはい、ありがとうね、なおさん。おやすみ。うん、雨風でしのげるところ探さないとね。まあどっかあるでしょう、日本だから。どっかあるよ。花火禁止だね。花火禁止、花火禁止って書いてある。虫刺されがね、辛いね。まあしょうがないよ。蚊も生きてるんだから。生き物はね、何か犠牲にしないといけないからね、しょうがない。なんでこんなことをするの？こんなことっていうのはどういうこと？いや、蚊はだってね、生きていくために血を吸うわけだからさ。そんな人間の都合なんて関係ないよ、蚊にとっては。
あの人に殺されるリスクを背負ってさ血を吸ってるわけだから、虫も。何がなんでなの、うん、おでこはねピアスだね、おでこはピアス、うん、あー分かんない、メスしか吸わないかどうかは。命をね育んでいくためにはねエネルギーが必要だからね。なんでって質問が分かんないよ。何をなんでなの、何が知りたいの。落ち着きな、感情的にならないで具体的に質問して。答えるから。何が何でなの。コーヒー飲みたいな。コーヒーかコーラか。今コーヒーの気分だな。甘いコーヒー飲みたいな。甘いコーヒー。お金はね多少あるね、まだ大丈夫、お金は多少ある、すぐなくなるんだけどね、うん、あ、なんで家を出たのか、うーん、なんだろうな、彼女がこう不快になったりとか嫌なのが自分の原因だからじゃないかな、ひーちゃんおはよう。やっぱりこう人間関係ってさ、こう好きかどうかよりも尊敬できるかどうかが大事だと思ってて俺は、うん、そんな感じかな。尊敬し合える相手がいいんじゃないかな、うん、やっぱりね好きな人が自分が原因で窮屈に感じたりとかなんかこう嫌な思いをしてるのは嫌だね、うん、辛いね、うん、それはさこうなんだろう、なんていうのかな、なんだろうな、相性だと思うのよ、相性。寂しいね、寂しいね、うん、いやいや俺は風俗とか行かないよ、俺は彼女を尊敬してるよ、うん、だからだよ、俺は彼女を尊敬してるよ、俺にないものたくさん持ってるよ、それは分かんないよ、彼女が何を考えてるのかは分からない、うん、それは彼女にしか分からないことだからでしょ、うん、あ、そうなんだ、うん、え、風俗に行くんじゃないの。俺は風俗行かないよ、デリヘルとか女の子は買わないって決めてるから、好きな人としかセックスしないね。ああ、そういうことか、女の子は風俗とかで働けるけどってことか、うん、証明してくるわ。
眠いな。引っ越しの今の状況頑張ってくれてるんでは、猫間が頑張ってるよ。猫間一生懸命頑張ってるよ。みんな一生懸命だよ。猫も尊敬してるし、悪口も言いたくないね。そうだね、うん、で彼女が俺と一緒にいて傷ついたりとか嫌な思いするんだったら俺は出てくってことね。ありがとうオムレット。俺は感情で動いてないよ。すごくいろいろ考えて、ああすごいな。ああすげえすげえ、開いてきた。俺は感情的で動いてないよ今。感覚、うおーすげえな。バッキバキだよ。おお見ちゃい、おお見えてきた。バッキバキなんだよ。うおーすげえな。全然感情でじゃないよ。それはほらちゃんちゃんブーがそう見えるだけよ。全然感情的になってないよ。冷静だよ。どちらかっていうと感覚的かもしれない。虹がかかってるな、うん、猫間の気持ちをコントロールすることはできないよ、うん、恋人といえど家族といえど他人は他人でしょ、うん、でしょ。だから猫間はものじゃないから、猫間の気持ちは猫間にしかわからないよ。アンチが猫間を煽ることもあるのは分かってるの。もちろん分かってるよ。もちろん分かってるよ。でもそれでどうするのか猫間の問題じゃない。ちゃんちゃんブー議論はやめようよ。やめよう。何も生まないよ。俺がどうするのか、猫間がどうするのか、ちゃんちゃんブーがどうするのか、それが大事でしょ。お互い違うわけだからさ、ね、黙れって言ってるわけじゃないよ。喋るなとかそういうことを言ってるわけじゃない。誰が悪いとか責めてもしょうがないでしょって。誰も悪くないよ。悪者探しをしてもしょうがなくない？嫌な思いするだけじゃん。やめよ。普通に話そう。
違う違う、花火禁止って書いてある。花火禁止、そうそうそう、花火禁止はダメだろう。配信者だぜ、ふわっちと。花火禁止はダメだろう。花火投げなかったら俺ほんと死んじゃうぜ、みんな。すげえ、すげえ看板だな。アンチかな。花火禁止って、うわぁ、気づかなかったわ。これはあまり良くない場所だな。ナイスロケーションだね。ちょっと寄せとくか。絵的にいいもんね。キャップってこう画像に使えるもんね。これ良くない、このロケーション。花火禁止ってキャップって保存でするようだよね、これね。この花火禁止は。何が無理なの、どうしたの、今日おかしいよ、ちゃんちゃん部。何送れない、何が、あ、花火禁止だから、花火を、二人のことだし、人は孤独だよ、人は孤独だよ、基本。花火禁止は無理。いいじゃん、ネタになるじゃん。花火禁止って書いてあっても花火投げてくれる人は本当のファンですよ。ありがとう。ありがとう。通報やーっつって。こんばんは。ウォーキングコースみたいな、川沿いだからさ、お散歩、朝のお散歩の人、ダンベル持って歩いてるね。ナナちゃんも彼氏と別れたし、ワドちゃんチャンス。あ、ナナミさんが彼氏と別れたの、どうなんだろう。まあいつも言ってる通りだよ。最悪死ぬだけだから。
伯爵そうでしょ、うん、愛してないの。ちゃんちゃんブー今日おかしいよ。 主語を書いて焦らないで、うん、猫間を猫間愛してるよ、うん、藤沢だな。あそうなんだ、彼氏と別れたんだ、うん、主語と述語ってすごく大事だよ、うん、人とコミュニケーションを取るとき何でも答えるからさ、あのちゃんと質問しよう。子供じゃないから、子供って主語と述語とか分かんないから何言ってるか分かんないでしょ。聞きたいことを聞くにはちゃんとした適切な質問が大事だと思うよ。お酒飲んでんのかな今日は。ちゃんちゃんブーらしくないよ。後悔はないよ、何一つ後悔ないよ、うん、そう急に来るね、子供は急に来るね。何も後悔ない人生で。なんで泣いてんの、うん、こういう風にしか生きられない。受け入れてるよ、何にも後悔ないよ。蚊がすごいね。後でコーヒー買いに行こうか。もうちょっとしたらもう喉乾いてるんだけど。家って便利だよね。冷静にね、ちゃんと気持ちを伝えたらちゃんと伝わるから。でも自分の気持ちがぐちゃぐちゃしてるときに言葉にするとぐちゃぐちゃした言葉になっちゃう。だから相手が読み取れない。人と関わるときは気持ちを落ち着けて冷静にね。波長が合ってないとコミュニケーション、会話もセックスも友情も、うん、成り立たなくなっちゃうから。感情で動いちゃうのは動物だからね。俺らは考える力が、そうそう冷静にね、今はっていうかいつもだよ。本当はね、本当はどんな時も冷静に、どんな時もこう気持ちを落ち着けて生きることが大事だよ。じゃないと言葉を間違えるからね、うん、そう。それはついカッとなってとかね、こう怒ってたから酔っ払ってたから悲しかったから通用しない、うん、人はいつも見てるわけじゃん。だから自分がこう思うっていうのを正しく言わないといけない、正しく伝えないといけない。じゃないと誤解が生まれるから。で誤解からすれ違いが生まれるでしょ。二層は植物だね、三層が動物だね、で四層が思考、二層は植物だね。要は地球、太陽の動きとか地
球の動きに沿って寄り添って生きていく。意思がなくて自発的に動けない、それが理想ね。三層は動物、思考がなくて感情だけで動く。メスを見つけたら交尾をしてマウンティングして、オス同士はマウンティングし合って獲物を見つけたら狩りをする。そう、パキアってなんだろう、パキアって何、蚊に刺されるな。いやいや、人間はみんなそうだよ。もともと三層の動物から生まれてきた存在だから、思考力が落ちたり疲れたりお腹が減ったり、うまくいってないとイライラして動物になっちゃう。だからその心の豊かさを学ばないといけないと俺は思ってるね。延長台確保できないから移動しようかな。ちょっと YouTube ライブに移動します。ふわっちもたまにやるから、みんなありがとうね。 Twitter でいろいろ報告していきます。みんなありがとう。延長台かからない YouTube ライブに移動します。お疲れ様、バイバイ。